今回は、クズ夫にまつわるお話を2本ご紹介。最初のお話はこちら。共働きで生活費を毎月30万払ってるのに、夫から家事と料理を完璧にしろ紐女と言われた。ブチギレた私は。私は旦那と二人で暮らしている。ごく普通の会社員の旦那は収入が私より低く、キャリアウーマンで高収入の私は毎月家に30万もの生活費を入れていた。旦那は収入が15万円でその全てを自分のために使うのが当たり前だった。そのためマンションの家賃10万円と生活費20万は、私の稼いだお金で賄っていた。しかし旦那はもともと亭主関白で私を見下すところがあり、収入の格差があるにもかかわらず私を寄生虫呼ばわりしてこき使うのが当たり前だった。結婚当初、私はまだ出世していなかったので収入も旦那より低かった。その頃は、亭主関白な旦那に頼りがいを感じていたのだが、出世して稼ぐようになり仕事が多忙になってからも家事を分担しようとしない旦那に嫌気がさしていた。ある日、私が残業を終えて家に帰ると、旦那が不機嫌そうにソファーに座っていた。そして旦那は私に、部屋が朝でたっきり汚いままじゃないか。帰ってきてこんなに汚い部屋で俺がくつろげると思うのか。思うのかって、私はあなたより遅く帰ってきたのよ。それに普段からあなたは何も家事をしてないんだから、それくらい片付けてくれてもいいんじゃないの？はぁ？なんで俺が片付けなきゃならないんだ。家事はお前の仕事だろ。どうして私の担当なの？そんな決まり事は何もないし、あなた自分の給料は全部自分で使ってるのわかってる？この家のローンも生活費も私が出してるのよ。それがどうした？お前なんかと一緒にいてやってるんだ。当然だろ。わかったらさっさとしろよ、寄生虫。旦那の言葉に唖然とした。私は自分一人でも十分やっていける自信もあったし、旦那に寄生しているつもりは全くなかった。そのため旦那が上から目線で罵倒してくるのが許せなくて、ついに堪忍袋の尾が切れたのだ。そんなこと言うならいつでも離婚していいわよ。私が離婚という言葉を口にすると、旦那は激怒。だったらすぐに離婚するよ。大声で叫ぶと、旦那はそのまま家を飛び出した。それから数日の間、旦那は帰ってこなくなった。その間も私は多忙な仕事をこなす日々を送っていたのだが、旦那の身の回りの世話をしなくていいというだけで負担は軽くなり、疲れを全く感じなかった。さらに食費や旦那の晩酌の費用が浮いただけで、出費も大幅に抑えることができた。なんせ旦那はものすごく偏食で好みもうるさい。自分で食費を全く出してないにもかかわらず、私が和食を作って出すと。今日、俺の口は洋風の口なんだよ。こんなもの食いたくないからビーフシチュー作れよ。今からじゃ無理よ。それにあなたの口に合わせて毎度、献立を変えられても困るわ。だったらうまいビーフシチュー食ってくるわ。と言って私の財布から当然のようにお金を取り出していく。冷静に考えると旦那がいない方が生活が潤うことに気づいた私は、このまま離婚することを決意した。早速離婚届をもらうために市役所に行った。私は帰ってこない旦那にそれを渡すために、旦那の勤める会社の近くで待ち伏せをすることに。お昼休憩で会社から旦那が出てくるのを待っていると、向かい側にある公園に見覚えのある姿があった。隣にいるのは女。なんと休憩中に旦那が若い女と公園でランチをしているところを目撃。私は自分より若い女にデレデレしている夫の姿を見てドン引きしたが、離婚を決意してすぐに夫の不倫が発覚するなんて、慰謝料を請求するチャンスだと思い、二人を追跡することに。公園から出た二人の後をこっそりつけると、不倫相手のうちと思わしきアパートに消えていった。そして急いで階段を上り部屋を特定することに成功。部屋のドアの前に立つと中から男女のいかがわしい声が聞こえてきたので、耳を疑った。恐る恐るドアに手をかけると鍵はかかっていなかったので、そのまま入っていくと二人が常時を楽しんでるところだった。迷いもせずしっかりとスマホに証拠を収めていると、お前、なんでここに？と、どこからか視線を感じたのか、旦那がドアの陰に隠れてる私に気づきを慌てしだした。ああ、お気になさらず。取るもの取ったら帰るので。と、私はにっこり笑って撮影を続けていたが、慌てていたのは旦那だけじゃなかった。ちょっと取るのやめてよ。婚約者にバレちゃうじゃないの、携帯貸しなさいよ。うわぁ、婚約者もいたんですね。それは大変ですね。では私はこれで失礼しまーす。と言いながら私は必死になって不倫相手の部屋から帰った。旦那も不倫相手も半裸だったから部屋の外までは追いかけられず、私はなんとか脱走に成功。旦那は私に証拠を握られこのままでは自分が不利になってしまうと思ったのか、急に態度を変えて優しくなってきた。結婚してからずっと亭主関白で私を気遣うことは決してしなかった旦那が、突然家事を手伝い、疲れている私に優しい言葉をかけるようになったので、とても気味が悪かった。だが、いくら機嫌を取るように優しくされても、私の中で離婚の意思が曲がることはなかった。むしろ不倫が発覚したことで、さらに離婚したい気持ちが強くなった私は、旦那に離婚届を突きつけた。旦那は最初のうちは私に謝罪していたが、それでも考えを曲げずにいると、逆上して大声で怒鳴り始めた。ふざけんな。
俺がこんなに尽くしてやってんのに、なんだその態度は。だいたい離婚なんかしてみろ、お前なんか生活できないじゃないか。そんな旦那の身勝手すぎる振る舞いに心底うんざりした私は、この人に振り回される人生なんか絶対にごめんだと思った。前にも言ったけど、私がここの高い家賃も生活費も払ってるのよ。30万もね。むしろ困るのはあなたの方じゃないの？だってそうでしょ？今まで自分のお給料は全部自分で使ってたんだもん。離婚したら、それ全部自分で払うことになるんだものね。それを聞くと旦那はみるみるうちに顔が青ざめていった。そして慰謝料だけは請求しないでくれと懇願してきたが、もちろんそんな都合のいい話があるはずもなく、私は予定通り、旦那と浮気相手に慰謝料を請求。旦那を家から追い出して、合鍵を回収しようとすると、住む場所が決まるまで待ってほしいと言ってきた。しかし離婚して他人になった人を自分の給料で養う気などさらさらなかったので、企業心になかなか出て行こうとしない旦那を迎えに来てほしいと連絡すると、事情を知った企業心が旦那を迎えに来たので、この先もう他人になるからと思ってこれまでの旦那の不満を全部ぶちまけた。不倫のことだけでも信じられない表情だった企業心は、その後旦那が私のことを寄生虫と呼んでいたことや、自分のお給料を全部自分の小遣いとして使ってたことを話してやると、このおバカ者が、そんなの離婚されて当然だ。情けない。私の育て方が間違ってたんだわ。むしろあんたの方が寄生虫じゃないの。義母は号泣。義父は旦那をボコボコにして、旦那はその両親の様子を見て改めて自分が間違っていたことに気づかされたようで呆然としていた。義両親は私に、こんな息子の面倒を今まで見させて本当に申し訳ない。本当なら頭を下げて感謝しなきゃいけないのに、不倫までするなんて言葉も出んよと頭を下げ、その後、旦那の首根っこを掴んで連行するかのように連れ帰った。もちろん慰謝料は義両親が旦那にしっかりと支払わせた。それから不倫相手の方は、お見合いで素晴らしい男性との出会いがあって婚約までしていたようだけど、今回のことで破談にされ、慰謝料もがっつり請求されたようだ。両親もメンツを潰されたようで縁を切られたって話。その後、旦那は義両親にお前みたいなクズ人間の面倒を見る気はないと実家に二度と立ち入ることを禁止されたようだ。旦那は貯金なんてものをしてるはずもなかったので、私への慰謝料は毎月振り込む形にしたんだけど、手取り15万円の夫が私への慰謝料を支払ったら残り十数万しか残らなくなり、そこから家賃と光熱費を引いたら食費さえままならない状態になったようだ。なので、今じゃ 1K の古くてトイレも共同のようなアパートで一人暮らししてるみたいだけど、慰謝料もまだ10年以上は続くだろうし、地獄の生活が待ってるだろうね。ざまあみろだ。続いてのお話はこちら。離婚した夫、子供に家事を仕込め、俺の家政婦にすると言ってきた。私も家族も全員が切れた。元夫はいわゆるお酒さえ飲まなきゃいい人で、普段はよく働く楽しいパパ。病と直接攻撃こそないものの、糞尿ゲロ垂れ流し、大声で歌う、踊る、ぶつかって物を壊す、しかもそれを悪びれない。私も娘も息子も怒り心頭で、ある日大喧嘩になった元夫は謝るどころか誰のおかげで生活できてるんだと来た。私は、私が炊事、洗濯、家の家事をしているからでしょ。お札が洗濯物畳んでくれるの？戸締まりしてくれるの？と反論。すると、お前なんかいてもいなくても一緒。置いてやってるだけ。勘違いするな。お前ができることなんて俺でもできる。と言われたので、実家に帰ることにした。ちょうど夏休みの前だったので、子供たちも一緒に来ることに。私も子供たちも元夫がアル中だと思っているから、治療してほしい。そのための怒りの手段であって、その時は離婚までは考えてなかった。実家は海辺の観光地でもあり、小学生のおいとめいもいるので子供たちは毎日楽しそうだった。一週間後元夫が会社に行っている間に、こっそり帰宅したらゴミ屋敷だった。洗濯や掃除などしない主義らしい。会社員が一人で維持するのはちょっと無理だよね。何もせずにそのまま実家に帰り、その日の夜、元夫から反省したかとメールが来た。無視していたら翌日になってもしつこく何度も送ってくるので、こちらには酔って夜中に大暴れする人がいないのでとても快適です。あなたは一人で何でもできるのでしょうから、さぞ快適でしょう。どうぞ一人暮らしを楽しんでください。と返信して後は無視した。一週間後、もう一度こっそり帰宅したら廃墟のようになっていた。ゴミは出さない、水回り死亡、リビングには生乾きのワイシャツが干してある。さらには異臭、ペットボトルが散乱。でもそのまま帰った。翌日、また元夫からメール。金を入れろ、甘えるなだって。私はパートで月10万くらい家計に入れていた。元夫の給料は、5万は自動貯金、ローン類で13万。でも残りが10万以上あるから一人なら十分。当てつけみたいに無計画に使ったんだろうな。さらに一週間経ち、実家に帰ってから約1ヶ月経った頃、警察から電話。家に泥棒が入ったそうだ。両親と子供たちと一緒に帰宅すると、知らせてくれたご近所と数人の警察官。義両親、その中でうなだれている元夫。毎日鍵を開けっぱなしで出社していたらしく、泥はそこから難なく侵入。
でも隣家の柴ちゃんが気づいてくれて吠えまくった。そのおかげで滞在時間は数分だったようだ。だから被害は1回だけ。元夫は1回だけで生活していたようで、自分の荷物を全部リビングに置いてた。被害はタブレット、ゲーム、時計、500円貯金。すると元夫が、お前、自分がしたことわかってるのか？皆さんに心配かけて。まずは謝れ。と言い放ち、その場の全員がポカーン。企業心もいやいや、あんたのせいだろうと言ってくれたけど、元夫は、こいつは自分の思い通りにならないから、主婦業を放棄して勝手に実家に帰った。その結果がこれですよ。だって、その場にいた人全員が反論してくれたけど、私や子供たちは離婚を強く意識した。夜、家を片付けながら話し合い、私は、あなたはアル中だと思う、治療してほしい。そしたら家に帰るし、治療には協力する。と言った。しかし元夫はこのゴミを呼んでも自分は問題ない。お前が潔癖すぎると。だから離婚を提案した。元夫は、だったらこの家はお前と実家が買い取れ。その金を俺に返せ。とか、わけわかんないことを言ってきた。元夫名義のうちだから、売るなりなんなり好きにすれば。と言って実家に帰った。翌日の夜、元夫が私の携帯に電話をかけてきた。もうすぐ子供の学校が始まるから、娘をこっちに戻してくれ。と言ってきた。私は、あなた一人で小学生二人見れるわけないでしょ。と答えた。すると息子はいい、娘だけっていう。元夫の言い分としては、お前が離婚したいと言うなら応じてもいい。しかしその前に娘がどのくらい家事ができるのか見ないといけない。お前は母親の責任として娘に家事を仕込んで、その上でこっちに送れ。それが離婚の条件だ。お前は責任を果たせ。そんな内容だった。一気に血の気が下がってすぐに上昇した。本当に気絶しそうだった。ものすごく冷静に穏やかに。娘はあなたの家事をするか政府ではない。あなたは大人なんだから自分のことは全部自分ですればいい。あとは弁護士を通してください。さよなら。と言って電話を切った。後で聞いてみたら、元夫は娘本人にも打診していたようだ。娘も息子も自分の父親に完全に愛想を尽かしていた。弁護士を通して離婚する以外に選択肢はない。養育費は一括。面会は子供たち次第で決着。しつこくするなら元夫の会社に連絡すると言ったらおとなしくなった。こんなんでも一部上場のエリート社員なんだよ。情けないことに。元夫の一族はのんべいで、最初は元夫に味方をしていたけど、最終的にはこちらに謝ってくれた。一族みんな主語で上ばみだから、元夫もそうかと思っていた。酒に弱かったことに気づけなかった。親の責任です。申し訳なかったって。全部片付いて新生活がスタートしたのは、今頃の季節だった。今は娘も息子も元気で数ヶ月に一回、元夫、義両親と面会している。酒が絡まない元夫は、人の良さそうな親父だが、これは数時間会うだけだから。子供に嫌な思いをさせて本当に申し訳ないと思っている。いかがでしたか？クズ夫と結婚しないように、皆さんも気をつけてくださいね。